話したの？私はいろんな薬を作りたいって言ったら、もう根掘り葉掘り。どんな薬？医学方面？作薬？それとも？いっぱい言われてよく覚えてない。大変でしたね。今お茶を入れます。きちんと考えておかないのが悪いんだ。自分の将来だろ。それはそうだけど、ベイ君は早かったよね。なんて言ったの？僕はただ錬金術師になりたいって。そしたら先生が呆れちゃって。そりゃ呆れられるでしょ。でも錬金術師になりたいと思ったのも最近になってからだし。それがお前自身の望み。え？他の誰が望んだわけでもない。お前自身の望み。え、何？誰？望むのであれば、お前が。そう。それだけの力が。何を言って。ベイン君？え？あれ？ぼーっとしてたよ。また考え事？え、いや。急に黙るんだもん。寝ちゃったのかと思ったわ。失礼しますよ。あら、ベルアルト君。何の用だ、最高権力者。まさかグーナル先輩がまた何か。いえいえ、イゾルデ先生に伝言を頼まれましてね。まったく、校長を使いっ走りにするのはあの先生くらいですよ。走りにされる校長も滅多にいないと思うけど。イゾルデ先生はどんな伝言ですか？マナ遺跡の地下に来てほしい。君たちに錬金術の何たるかを教えたいとかで。せっかくのご指名だ。言ってやろうではないか。まあ他にすることもないし、別にいいけど。何を考えているか。それでは確かに伝えましたよ。
杞憂であればいいのですが、もしイゾルデ先生の言う通りなら。イゾルデ先生、もう待ってるかな。ここの地下だったよね。早く行ってみよう。
険な敵です。気をつけて。相手にとって不足はない。